打鍵感はですね、どうなんでしょう、特にその高級感があるような感じは、しません。どちらかというとですね、やっぱり安いキーボードだなというような打鍵感ですけども、ちょっとね、打ってみたところ、それほど悪い打鍵感でもないので、そのあたりですね、店でちょっとね、実際触ってみるか、あとはですね、アマゾンのね、レビューをちょっと参考にしたりとかですね、して、選択してみればいいかなと思います。どうなんでしょうね。これ前のキーボードですね。結構ね、カチャカチャ音がするんですけど、音の質がちょっと違いますね。これと、これですね。以前のですね、この NEC のキーボードというのは、非常にこの厚みがあってですね、非常にしっかりした作りになってます。もう叩いても全くたわみませんしね。こっちはね、やっぱちょっと薄いんでね、多少この真ん中とか押すと、映像ではちょっとわからないかもしれないですけど、ちょっとね、押し込むとたわみがありますね。スタンドを立てて押してみると、ちょっとね、ちょっとわかりますよね。この上の辺をちょっと見といてほしいんですけど、こう背景をちょっと白にしてですね、これちょっと押しますよ。こういう感じで、思いっきり押してますからあれですけど、ちょっとたわんでますよね。この辺りちょっと見てもらうと、こういう感じですね。ちょっとこう、たわむ感じはありますけど、そこまでね、強く押さないんで、強く押すのはこのエンターをバーンと叩くぐらいですから、いいのかなという気がします。エンターの叩き心地はこの音ですね。こっちは、底打ち感があって非常にいいですね。エンターでもたわむのはたわみますけど、乾いたこう決定とエンターという感じでパーンと入るので、非常にこの辺りは悪くはないですね。あとですね、サイズはどんなものなのかなというのでですね、ちょっとこういう感じがいいかな。似たようなもんかな。ちょっとカメラの角度上、ちょっとこの横がね、見えづらいんですけども、長さ的にどうなんでしょう、3センチぐらいですかね。3センチぐらい、ロジクールの、この下の黒い方がですね、短いかなという感じですね。それから横の長さもちょっと測ってみるとですね、メジャーを出ると、だいたい44ぐらい、44センチぐらいですかね。ここですね、44センチぐらいの幅ですね。奥行きはですね、これに比べると結構短くなってますよ。NEC の方はね、この上のですね、部分が結構空いてるんですよね。無駄なスペースというかですね。これはここにですね、ちょっと見にくいんですけど、USB ハブ機能が実はありましてですね、ここですね、こっちと、もう一箇所、こっちにもあるんですけど、ここにですね、ケーブルの短いマウスとかを接続して使うように、想定されてるんでしょうけども、ロジクルの方には、そういう USB ハブ機能はないので、その上の部分が非常に短い。並べてやるとこんな感じですね。結構ね、これ奥行きは違いますね。こういう感じですね。今これ下を揃えてますけども、これですね、下を揃えてますけど、これぐらい違いますね。ちょうどこの NEC のキーボードで言うと、この上のですね、F5 とかですね、こういうキーの頭ぐらいに、ここが揃うかなというところで、この上の、無駄なスペースを、ガサッと削りつつ、このファンクションキーですね、特殊機能キーですね、これが追加されてるといった感じなので、このキーボードをですね、置くと、ね、
で、まあ、ちょっとこれ机の幅が結構狭いんですけども、まあ、この上にですね、ちょっとモニターがついてます。で、机のですね、ちょっとここで測りますけど、奥行きがですね、これ、ここですかね。まあ、だいたい50センチぐらいですわ。50センチの机で、まあ、この上にあるモニターっていうのがですね、ディスプレイアームで空中に浮いてる形にしてます。でこのキーボード、まあ、空中に浮いてるんで、このキーボードの この手前の部分、奥の部分ですね、ここに隙間があるんで、まあ、使わないときはこのキーボードをですね、こう奥へこうシュッと入れられるんですね。今これモニターの下ですね。モニターの下、まあ、鍵になってますけども、こう入れられるということなんですけども、まあ、机のですね、この手前側で作業するときには、このキーボードを奥へやってここを開けるんですけども、まあ、なかなかね、ちょっと広いスペースが取りづらいということになるんですが、こっちのね、キーボードですと、まあ、まずこの無駄なケーブルがないので、まあ、移動がしやすいということと、先ほどのようにちょっと奥行きがね、狭いんで、しかもケーブルがないですから、これ思いっきり奥まで入れると、こんな感じですね。うん、まあ、先ほどのね、まあ、このぐらいですかね、白いキーボードの場合は、出っ張ってたんですけども、それがですね、かなりなくなりますね。この辺りまで行きます。まあ、こちらのですね、NEC の白いキーボードとは違って、まあ、ケーブルがないので、まあ、使わないときは、まあ、この下へやってもいいんですけども、もう使わなければもう全くね、別の場所へ一旦移動させてしまうと、まあ、自分の座ってる後ろであるとかですね、まあ、プリンターの上であるとか、そういうところを一旦もうこれごと移動させてしまうということもできます。まあ、そうするとですね、まあ、キーボードが机の上からなくなりますので、まあ、このぐらいの広さをいっぺんに使えるということになるので、まあ、非常に、まあ、机の上を広く快適に使うことができるのかなという感じですね。まあね、キーボード、まあ、実際にはねちょっとこう打ってみて、まあ、こちらとこちらキーボードの構造がキーのねトップの構造がねかなり違うんで、まあ、慣れは必要かなとは思うんですけども、まあ、配列がねこの白も黒も、まあ、ほぼ同じですし、まあ、慣れることはですね、まあ、それほど難しくないのかなと思います。で、まあ、他にもねキーボードがちょっとたくさん持ってましてですね、まあ、紹介はですねちょっとまた後でね別の動画で出すべきかなと思うんですけども、まあ、こういうですねキーボードこれね使ってはる方いるかな。富士通のねキーボードなんですけども、まあ有線式です。まあ、これケーブルね見えてるとは思いますけども、まあ普通の USB のケーブルなんですけども、横幅がね短いキーボードですね。まあ横幅が短いのはねまあこうキーの配列を見ていただくとあれですけど、まあこのエンターキーの隣にいきなり点キーが来てですね、まあ先ほどのまあインサートキーとかですねホームキーとかいうのがまあ他の場所へですね追いやられてしまっているというようなまあキーボードがあります。まあ一時期ねこの富士通のキーボードですかね、これですけども、まあ、これ以外の富士通のキーボードもそうですけど、まあ、昔の富士通のキーボード、このね、スコスコっとした入力感がですね、好きで使ってたこともあるんですけども、まあ、変色とかがね、非常に起こりやすいので、まあ、もう使うのをやめたというようなこともあります。これはですね、まあ、実はちょっと先袋から出したんですけども、買ったはいいんですが、結構ほとんど使ってないというキーボードですね。まあ、それはですね、まあ、この黒いキーボードの紹介でもありましたけども、ここのね、配列がですね、ちょっと、ね、キーの横を詰めるために特殊すぎるというところで、まあ、どうしてもやっぱり使いづらいなと。ね、ただまあデリートキーはどこだと見ても一瞬パッとわからないんですね。まあ、実はここにあるんですけどもね。
インサートとかディリートとかですね、まあ、本来この間にあるべきキーがですね、まあ、こっちへ移動してしまってるというのと、まあ、あとここですね、点キーのところにこの、まあ、ホームとかですね、エンドとこう兼用になってるんですね。まあ、これ四角で囲われてますけども、まあ、このファンクションキー、ここにありますよね。まあ、これと同時に押さないと、まあ、このホームとかエンドが機能しないと。独立したキーがないんで、まあ、そういうちょっと欠点があるんでね、まあ、買ったはいいんだけども、まあ、使わないというようなこともありますんで、まあ、キーボードを選ぶときにはですね、まあ、この実際ちょっとね、店で売ってみて、あ、これいいわと思って買うだけではちょっと危なくてですね、まあ、こういう形で配列はどうなのかというようなことを、まあ、今慣れてるキーボードとですね、まあ、比較して、まあ、この場合であればこの NEC とこれですね、ロジクールとキーボードと比較してですね、見てみると、まあ、いいのではないかなと思います。